こんにちは、ケイドラです。今日は仮面ライダーコラボの事前情報やることをまとめてきましたので、よかったら参考にしてみてください。前回のワールドトリガーコラボと違ってやることは結構少ないです。前回はね、守護獣があったりとかミカド氏防衛ミッションがあったんですけども、今回その2つもないですし、シンプルなガチャ降臨超究極となっております。その中でも獲得できるオーブだったり、他にもね細かい情報をまとめてきましたので、参考になる部分があれば幸いでございます。まずコラボの開始日なんですけども、3月14日日曜日の12時からとなっております。もうすぐですね。もし覇者の塔やってない方とかは先に終わらせておく方がいいかなと思います。今回は初めてのコラボなのでガチャが1種類しかないんですけども、星6の当たりキャラとなるのは3体登場しまして、まず火属性の仮面ライダー電王、次木属性の仮面ライダー新1号、最後闇属性の仮面ライダークウガとなっております。星4号キャラに仮面ライダービルドと01が登場しますね。ここに詳しく載ってるんですけども、当たりキャラは重心化にすることが可能です。ピックアップもありまして、一番最初仮面ライダー新1号から始まってクウガ電王、まあ、これの繰り返しですね。3月30日から4月2日の間までは全てピックアップのガチャが登場するんで、欲しいキャラをそこで狙っていきましょう。まあ、コラボキャラクターの紹介なんですけども、まあ、僕仮面ライダーは世代的に電王と牙とディケイドをよく見てました。世代的にっていうか、まあ中高の時に結構ハマったんですけども、それ以外はそんなに詳しくないです。なので仮面ライダー電王はね、あの佐藤健さんが最初主演してめちゃめちゃ面白かったんですけど、その補正もあって僕はめちゃめちゃ電王が好きです。全体的に今回やっぱりイラストが僕結構ハマってますし、ボール絵がめちゃめちゃいいんですよね、仮面ライダーは。なんで、まあ、全キャラコンプしたいなと思ってます。で、星4号キャラももうなんか星4号キャラのデザインじゃない、これもう気合が入りすぎてますね。次、降臨クエストの情報を見ていきましょう。今回は超究極が1つ、究極クエストが3つ、極みのクエストが2つあります。なので合計6クエストですね、用意されておりまして、それぞれクリアするとオーブ5個獲得できます。合計30個ですね。で、まあこんな感じでたくさん龍騎とかオーズとかブラックとかジオウとかディケイドがいるんですけども、ここに書いてありますね、仮面ライダーディケイドは直ドロのみで入手可能です。ただ1日1回限定のクリアボーナスがありますので、こちらが常設のクエストとなります。なので1日1回クリアすると最低8ドロするので、13日間毎日コツコツクリアすると簡単に運極にすることができます。で、詳細はこちらと書いてあるんで、こちらを押していただくと他のクリアボーナスも載ってるんですけども、基本的に他のクエストもクリアしていくとボーナスがもらえまして、今回特徴的なのがグッジョブがもらえるんですよね。これまでのコラボは基本的に3回5回10回がねボーナスだったんですけども、今回8回目にグッジョブが入ってるんで、グッジョブ欲しい方はたくさんクエストを周回しましょう。では戻りまして、次ですね、超究極の情報でございます。今回超究極に仮面ライダーオーズタジャドルコンボが登場します。属性的には非属性ですね。こちらのクエストなんですけども、挑戦条件がありまして、コラボクエスト友情と暴走と残されたベルトをクリアすることで挑戦可能になります。このクエストはオーズの水属性のクエストの方なんですけども、プトティラコンボですね、こちらをクリアすると挑めるようになります。ただこれちょっとややこしいんですけども、コラボクエスト出現期間が3月14日日曜日の12日からとなっております。これ見るとで、もう速攻来るのかよと思うんですけど、そうではなくて、おそらく仮面ライダーオーズの水属性の方は3月15日の月曜日に初降臨だと思います。理由としてはこちらですね、昨日モンスニュースで発表されたコラボ開催記念の生放送が公式にて行われます。これが仮面ライダーオーズプトティラコンボの方なので、これをクリアしないと超究極に挑むことができません。なので必然的に超究極に挑めることになるのが3月15日の8時以降になるんですよね。まだスケジュールが出てないんでわからないんですけども、月曜日の9時からそのまま来るか、まあ、多分それは可能性低いと思うんですけども、そうか、まあ3月16日のお昼の12時から、もしくは夜の9時からか6時からかとかいう感じになるかなと思いました。あんまり合日クエストと被せるっていうイメージがないんですけども、今回ちょっとスケジュールが読みづらいので、もしかしたら少し期間を空けて3月17日に来る可能性もあるかなと思ってます。理由としてはコンプレックスが8時に終わって、それ以降ねスケジュールが入ってないので、一番濃厚なのは3月17日の水曜日かなと思っております。で、こちらのクエストなんですけども、クリアすることで進化解放が可能になります。もともとプトティラコンボも進化してるんですけども、さらに進化解放ができて、アイテムなしで非属性に切り替えすることができます。属性が変わるのはね、非常に珍しいですね。ただし1回クリアすればいい系のクエストなので、難易度はそこそこ高いんじゃないかなと思います。
もしクリアした方は期間限定ミッションの方から進化解放をしていきましょう。進化解放についての注意事項、こちらとか結構重要なんですけども、書いてあることを要約すると、マルチの場合ゲストでクリアしても進化解放できますだったり、星5の状態からはいきなり他者ドルコンボには進化できませんということが書いてますね。しっかりプトティラコンボの方からスライドしていきましょう。で、紋章についても書いてあるんですけども、もしオーズに紋章をつけていた場合、進化して属性が変わると自動的に紋章が外されます。次誰かにつける場合は根気を消費しませんというふうに書いてありますので、もしオーズに紋章をつけた方は進化して外してあげる方が根気5000節約できるんで、かなりお得になりますよっていうところですね。これ意外と役に立つんじゃないかなと思いました。もちろんオーズにまずは紋章つけないと意味ないのでね、そこで5000はかかるんですけども、超究極ではもしかしたらオーズのプトティラコンボがハマるかもしれないんで、そこでつけた方はしっかり買って進化スライドして外してあげましょう。次の情報を見ていきます。コラボ中対象のクエストをクリアすると仮面ライダーセイバーをゲットできます。進化のイラストこんな感じでめちゃめちゃかっこいいんですけども、このキャラの集め方としましては、まず一つ目、コラボクエストをクリアすると1体獲得できます。コラボクエストをマルチでクリアすると、プラス1体ゲットできます。3つ目、コラボクエストをコラボキャラを編成してクリアすると、プラス1体ゲットできます。なので、仮面ライダーコラボのキャラを入れて、マルチでコラボクエストをクリアすると、最大3体ゲットできるんでね、お得に集めることができます。さらに、対象の2つのクエストでは、最大3体の仮面ライダーセイバーがゲットできます。クエストとしましては仮面ライダーオーズ水の方ですねと仮面ライダーブラックをクリアすると、稀に1つの宝箱から3体ドロップします。まあこんな感じですね。かける3になってるんでお得に集められますよという感じでございます。さらにコラボ期間中仮面ライダーセイバーは常に運極状態になりますので、まだ運極を全然持っていない方はこのキャラを先頭にしてあげるとお得に報酬をもらうことができます。まあ残りね、コラボ限定のグッジョブが登場というところで、先ほども少し触れたんですけども、指定されたクエストを複数回クリアするともらえたりとか、あとログインボーナスでももらうことができます。あと今回勲章もあるんですけども、かなり入手難易度も低くなってます。コラボクエストを全てクリアすると勲章がゲットできるんでね、ファンの方はぜひ入手しておきましょう。一番最後なんですけども、獲得できるオーブ数だったり得玉を求めていきます。まず総獲得オーブ数は46個ですね。結構コラボの中では少ない方です。内訳としましてはログインボーナスで16個もらえます。これログインボーナスめっちゃ多いですね。クエストが6個あるのでクエストクリアすると合計30個もらえます。もしかしたら追加来るかもしれないんですけども、まあ、現状は46個となっております。得玉に関しては3つもらえるんですけども、ログインの2つと3月20日のラック引き換えで1つもらえます。3月30日のラック引き換えも得玉あるかもしれないんで、これは4つになる可能性はありますね。ということで、まあ、今回のコラボは3月14日から4月2日と結構期間が長いんですよ。なのでもしかしたらクエストの追加があるかなと思ってるんですけども、まあ、そうなってくると僕が好きなところで言うと仮面ライダーダブルとかね、来てほしいなと思ってるんですけども、人気どころでもありますから、まあ、超究極追加してくれたら非常にテンション上がるかなと思いました。本当に前回のワールドトリガーコラボと違って、今回は守護獣がない、そしてミッションがないっていうところなんで、割と淡々としたコラボでございます。守護獣はね、前回コラボの時あったから普通に来ると思ったんですけどね、まあ、今後守護獣に関してはどうしていくのかちょっと公式はわからないんですけども、せっかくコラボだったら作ってもよかったんじゃないかなと思いました。あと今回は前回のサイドエフェクトもないので、ドロップ率2倍とかも特にないですね。戦型の書とかがゲットできるミッションに関してはルーミックコラボの方で来てたんですよね。仮面ライダーに用意しなかったのは、やることが増えるから1ヶ月に分けて前半後半で入手できるようにしてくれたんじゃないかなと思ってるんですけども、はい、そんな感じで仮面ライダーコラボをまとめていきました。超究極の時間帯はまだ分からないんですけども、おそらく3月17日の水曜日の9時からかなと思ってます。もしくは8時からですね。そんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。